皆さんこんにちは、四代です。このチャンネルは石川県小松市の九谷焼をやっております四代女性ですけども、徳田八十吉の仕事九谷焼や、また日常に関するチャンネルです。ご覧いただきましてありがとうございます。今日は先日から田植えが始まりました。ちょっと出かけて夜帰ってきたらもう田植え終わっていたり、その様子をご紹介させていただきたいと思います。稲作とは主食となる米を作ることです。もともと日本列島に生えていなかった稲は、縄文時代の終わりに北部九州の玄界灘川に伝わってきました。その後、弥生時代に一部地域を除いた日本列島に広まります。その結果、各地に大きな集落が出来上がり、小さな国ができていきます。稲作とは稲を栽培することである。主に米を得るため、北緯50度から南緯35度の範囲にある世界各地域で稲作が行われています。現在では、米生産の約 90% をアジアが占め、アジア以外では南アメリカのブラジルやコロンビア、アフリカのエジプトやセネガル、マダガスカルでも稲作が行われています。これから稲の成長楽しみですね。日本人はお米をずっといただいてまいりました。民族やっぱりお米おいしいですよね。お寿司とか回転寿司とかいろいろ。カエルちゃんも泣いています。カエル持ってきた。カエルちゃん、ありがとう。回っとけ。昨日、実は100円ショップでカエルちゃん買ってきて、パソコンで調べたりいろいろ、カエルちゃん調べたり、知ってる？カエルちゃん書いてみたりしておりました。四代のカエルちゃんの今後どんな風になるか、今頭の中でぐるぐる回っています。楽しみです。田んぼとカエル、ちょっと虫にも刺されたりしてたんですけど、雪が終わったら、寒さも終わったら、今度は虫とかヘビさんとかいろんな戦いがありますね。病気との戦いもある。人生は戦いの連続なのかもしれません。頑張りましょう。ではまた。